はい、どうも、アウサンツーでーす。今日は新しく買ったゴルフシューズをちょっと履いていきたいと思います。ナイキのエアーズームインフィニティツアー。これは多分去年なんかこのシリーズが出て、それの多分今年モデルじゃないかなと。去年もね、ちょっと買おうとはしたんですけども、去年はね、白を買おうと思ったんですけど、結構な人気で、ちょっと手に入らなかったっていうのがありまして、で今年は、この黒の、このカラーの、この黒の部分が、前作よりかはちょっと増えたデザインになったのかなと。早速やっていきます。ちなみにこのサンダルもナイキゴルフです。はい、早速履いていきたいと思います。最近の、ゴルフシューズに限らず、このナイキから始まるこの入り口がややこの狭くて、結構履くのが、大変で、入ってしまったらフィットするというこのパターンの靴にはなるんですが、意外と入り口はそんな狭くはなかったですね。はい。もちろんその、フィット感履いた時の、これはもう抜群ですし、ね、紐をしなくてもある程度履ける、それぐらいのフィット感はありますね。はい。まずこの見た目が気に入って、もう早速買おうかなと思ったんですけども、自分は黒が好きなんで、この黒の。はい。で、結構地元には売ってなくて、でもなんかどうやら横幅が狭いという噂があったんで、ぜひね、この履いて確かめたかったんで、先日ね、新宿のビクトリアさんで、ちょうど売ってたんで、履いて。で、最初ボアを買いに行ったんですよね。最近ちょっとボアにハマってまして。でもその履いた時に、ボアの出っ張りの部分、あそこがその、ゴルフパンツ、スラックス系のゴルフパンツ履いた時に、ややちょっと気になったんで、悩んだ結果、こっちの紐タイプの方にしましたね。はい。結構やっぱプロなんかは結構紐タイプが多いらしいので、はい、その方が、バランスよく自分の好みに合ったきつさで締められるっていうのが、やっぱり紐のいいところですよね。ボアの方が楽っちゃ楽なんですけどね。最近のゴルフシューズは結構全部ボア買ってたんですけども、今回はちょっと紐にしましたね。はい。あとこのスパイクの部分、後ろのここがなんかちょっとまだラウンドで試してないからわかんないんですけども、結構その芝を噛んでくれそうな、そんな後ろのスパイクの部分をしてましたね。一応スパイクレスとかソフトスパイクの部類に入るんですかね。あれ取り外しはできないような感じがしました。これ取り外できたらすいません。はい。さあ、ドライバーもちょっと打ってみましょうかね。やっぱこのバチートのサイコパスのシャフトとめちゃくちゃ合いますよね。カラーリングが。はい。練習場で履くとね、こうやっぱり、マットをこうグリップしすぎちゃって、見えづらしそうってのは確かにありました。はい。